はいどうも、ゴード 55DB です。今回はこちらですね、仮面ライダージオのライドウォッチシリーズ、デラックスドライブライドウォッチを使って音声確認をして遊んでいきたいと思います。こちらのドライブライドウォッチなんですけど、仮面ライダーゲイツが所有しているライドウォッチとなっております。一応まあこちらの説明の方にもゲイツライドウォッチと連動させているみたいなんで、おそらく今後仮面ライダーゲイツが使用するライドウォッチになるんじゃないかなと思います。はい、では箱の方を見ていきたいと思います。箱の方はこんな感じですね。まずは光るなるデラックスドライブライドウォッチということで、一応こういう感じでセット内容が書かれておりまして、ドライブライドウォッチと取扱説明書と、こちらにはゲイツライドウォッチが刺さっております。で、正面はこんな感じですね。ライドウォッチシリーズということで、ドライブアーマーにアーマータイムということで、仮面ライダーゲイツのドライブアーマーが映っております。ドライブとひらがなで書かれております。で、こちらがドライブライドウォッチですね。こんな感じになっております。横は遊びが広がるということで、時間切れのジグドライバーで連動遊びで、ブッドバソールガンバライジングで QR コードを読み込んで遊ぶこともできます。逆サイドはこんな感じで仮面ライダードライブが映っておりますね。で、遊び方1番、別売りのデラックスジグドライバーで仮面ライダーゲイツ、ドライバー前にアーマータイム。さらに360度回転で必殺技を発動、単品遊びということで、回して絵柄をチェンジ、ボタンを押して光る、鳴るということが書かれております。こんな感じですね。さあ、ではこちら取り出していきたいと思います。はい、箱からライドウォッチを取り出したらこんな感じになりますね。いや、かっこいいですね。ドライブカラーって感じですね。これはなかなかいい感じになりますね。とりあえずこちらの絵柄の方が、こちらに仮面ライダードライブのライダーズクレストがありまして、こちらに2014と書かれております。こちらを回すことによって、おお、仮面ライダードライブの複眼が完成いたしますが、これを光らせるとめっちゃかっこいい感じになりそうですね。これはまたちょっと後でやってみたいと思います。で、裏面はこんな感じ。ドライブカラーの赤色になっておりまして、認識ピンがありますね。認識ピンは047ですね。047となっております。こんな感じですね。いや、これはいい感じですね。とりあえず一回戻して、この状態でちょっと音声確認をしてみたいと思います。さあ、どんな音声なのか楽しみですね。では、まずは1音目。ドライブ。ドライブ。言い方がかっこいいですね。じゃあ2音目。おお、かっこいいですね。音声の方がシフトカーの力で戦う赤い車の警察ライダーはチッ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 ドライブだっていう音声になっております。では次は複眼の方にして光らしてみましょう。これ絶対かっこいいですよ。ドライブ。おおいいですね。この光り方がかっこいいですね。もうなんかドライブのこのヘッドライトっぽいような複眼をちゃんと再現されておりますね。シフトカーの力で戦う赤い車の警察ライダーはドライブだ。おお、いいですね。はい、ということでデラックス時空ドライバーと連動音声を聞いてみましょう。はい、時空ドライバーを準備しましたんで連動音声を聞いていきましょう。まずは単体での連動音声を聞いていきたいと思います。では電源をオンにして回していきましょう。ドライブ。ドライブ。では行きましょう。ちゃんと赤色ですね。では行きましょう。なんかおかしかったな今。あれ、ディスプレイの表記がなんか今2012ってなんてなかったです。2014のはずなんですけどね。なんかおかしかったな今。そうですね、2012ってなってましてね今。あれ、気のせいかな。ちょっともう一回、ぜひ必殺技やっていきましょうか。
あれ2012だと違うライダーになるはずだけどな。そういえば必殺技では西暦出ませんね。おかしいな。なんでやろう。あれ2012になってたような気がしたん、ね、で、もう一回行きましょう。ああ大丈夫ですね。2014になりましたね。あれさっき2012やったような気がしたんですけどね。ちょっと一回見返してみますね。はい、ということで、まあ、自分の動画今見返してみたんですけど、やっぱり2012になってましたね。ウィザードって出てましたんで、色が一緒だけに分かりにくかったんですけど、よくよく見たら仮面ライダーウィザードのウィザードって出ておりました。まあ、おそらく認識ピンの方で誤認識しただけだとは思うんですけど、これはある意味いい映像が撮れましたんで、このまま使いたいと思います。はい、ということで、ちょっと先ほど必殺技やったんで、まあ、必殺技はまあ今回ちょっと飛ばして、まあ、とりあえず今度はこちらの R スロットルの方に刺してやってみたいと思います。ちょっとまた、この奇跡的な誤認識が起きないかちょっと期待してやりたいと思います。では、行きましょう。ドライブ。さあ、ちゃんとになってくれよ。大丈夫ですね。ドライブ。はい、こんな感じになりますね。では次はゲイツライドウォッチと連動させたいと思います。はい、では次はこちらのゲイツライドウォッチと連動させたいと思います。では行きましょう。ドライブライドウォッチ。ドライブ。ゲイツライドウォッチと連動させるとこのような感じの変身鬼になりますね。では必殺技。このような感じの必殺技になります。はい、では次はせっかくなんでこちらのジオライドウォッチとも連動させたいと思います。では行きましょう。ジオドライブ。では行きましょう。ジオライドウォッチと連動させるとこのような感じの音声になります。では必殺技。
はい、必殺技音声はこのような感じになります。音声確認は以上です。はい、ということで今回は仮面ライダージオライドウォッチシリーズデラックスドライブライドウォッチを使って音声確認をして遊んでまいりました。いや、まさかの5人式で仮面ライダーウィザードってディスプレイに出ておりましたが、まあ、これはこれで逆になんか美味しかったんじゃないかなと個人的には思っております。ただまああれ以降特にそういった感じのことはちょっと動画外でもやってみたんですけど、そういった5人式的なものはなかったんで、ほんとたまたまなことだったんじゃないかなと思っております。まあなんかビルドドライバーとかでもそういったことがあったみたいなんですけど、初めて自分で体感したんでちょっとびっくりしましたね。最初2012って見た瞬間に、あれ僕違うライダーのライドウォッチ買ったっけなと思って確認したんですけど、ちゃんと仮面ライダードライブのドライブライドウォッチだったんで、あ大丈夫やと思った時に、まあ、5人式っての気づいたんで、いや本当にこれは逆にいいもん見れてよかったんじゃないかなと思っておりますし、まあ、この先もしかしたらこういった感じのことも時々起きるかもしれないなってことをちょっと心構えに置きながら、まあ、こういった感じで動画作っていきたいなと思っております。でまた新しいライドウォッチも来週発売しますんで、また買ってきたら動画作っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。